カーナンバー86、井上宏、カーナンバー305、遠藤浩二、カーナンバー329、山下陽。カーナンバー1の山野直哉は昨年のラジレースにカーナンバー96GRゲストダブルエントリーとなっています。カーナンバー610の音島優也、86GRゲストおよびポルテ。15分間で行われますこの公式予選、2分18秒522です。2番手にカーナンバー960、オリドマナブ。3番手が999、3番手が999の森川です。2分19秒628。2組目の現在トップタイムとなっています、オリドマナブです。4番手にカーナンバー91の10、5番手カーナンバー116の号、7番手カーナンバー10の佐藤、2分20秒327となっています。カーナンバー77のマッチロコーチ、マッチロコーチが25秒186です。この23、カーナンバー23の横田剛は順位を上げました。後方では順位がポロポロと変わってきています。でもだいぶ収まってきました。チームから巻き上げられる水しぶきもほとんどなくなってきました。しかし路面はまだ止まっています。ダンロップコーナーの進入もここではまだ水しぶきが少し上がってきました。ダンロップトップが変わりましたよ。カーナンバー906の18秒110、3番手カーナンバー999の森川です。2分18秒599、4番手カーナンバー87井口太郎、2分18秒。ここでカーナンバー30の青木、カーナンバー30の青木孝之がピットへ入ってきました。現在ゴールタイムのカーナンバー906の深口です。セクター2でもすごいですね、マイナス表示が出ていますね。この調子でいけばさらに自身のタイムを更新してきました。唯一セクターはセクター2でも学びを664です。カーナンバー61、小原智がスローという情報が今出てきました。イベントしてコース上でセクター1、セクター2、マイナス。他のドライバーは現在のところはフラッシュ表示、フラッシュ表示ではあるんですが、2番手走行しているカーナンバー960のオリトマナブ、1000分の2秒フラッシュ表示となっている。1000分の2秒フラッシュ表示、コントロールラインを通過をしました。ベストラップ更新にはなりましたが、順位変動にはならない。2分18秒04、2分17秒498です。3番手がカーナンバー999の森川、2分18秒599。
トップとのタイム差がおよそ1秒1、4番手カーナンバー87の久保です。およそ1秒135のクラッシュを止まっています。明日の A レースに出れるか出れないかのこのボーダーライン、こちらが22番手23番手走行、もっと注目してみましょう。22番手走行はカーナンバー339の山下、ナンバー77です。カーナンバー77の松代浩二、現在は23番手走行となっています。2分23秒530、2分23秒530、明日の A レースに参戦することができるということになります。しかしまだ残り時間1分30秒、残り時間1分30秒となっています。最後までやってみないと分かりません。今現在 B 組で199の佐野新葉が現在3番手、2分23秒105、2分23秒105で佐野新葉が、この調子でいきますと1組目の23番手だったカーナンバー84に参戦できるということになります。残り時間40秒となりました。依然トップはカーナンバー906の坂口、カーナンバー999森川の陣となっています。セクター1で唯一が自身のタイムをさらに更新するということなのでしょうか。0.108マイナス表示、それに待ったをかけているのがカーナンバー962の折戸学部、0.075、低下となりました。現在コース上でチェッカーフラッグが振られています。最終チェッカーナンバー202のガモーガオヤが最終チェッカーの予定となっています。先にチェッカーを受けたのがカーナンバー52、カーナンバー52の牧智春樹が続々とチェッカーを受けています。でカーナンバー906の坂口とカーナンバー962の折戸学ぶ、これはセクター1セクター2でマイナス表示、坂口は0.508マイナス表示、折戸運動がもしかしたら期待するかもしれない。このセクターを受けたと同時の順位が楽しみです。セクター1セクター2マイナス表示、トップの坂口、2番手折戸が共にコントロールラインチェッカーを受けたのはカーナンバー906の坂口です。0.612マイナス表示、ベストラップ更新、2分16秒86、折戸学ぶ方がチェッカーを受けましたが2番手の順位のままです。2分17秒384でチェッカーを受けました。2分17秒384で2番手チェッカー、3番手がカーナンバー999、ベストラップとなりました森川です。2分18秒27、4番手カーナンバー87久保慎太郎、2分18秒633、5番手カーナンバー9110、2分18秒657、6番手に現在ピットへ入りました。ピットへ入ったと同時にチェッカーを受けましたカーナンバー1、カーナンバー1の